ゾウさんよりキリンさんの方がもっと好きですということで、キリン今日が来されましたので使っていきましょう。モンスターハンターコラボが、突如復活ということで、もうしゃあないわこれは。キリンさん強化と、あとは松間勝氏のリーダースキル強化、玉三つ目のスキルが短くなって追加攻撃がくっついたり、全然降ってこなかったり、あとは誰だっけ、誰だ、全然出てこないんだけど、やべえマジで出てこねえ、誰だっけ強化されたの、あ、リオレウス選手ドロップ強化2個ついたのと、誰だ、全然出てこないんだけど、これじゃ無理だ。待って、モンスターハンターコラボ誰がいた、リオレウスは強化された、リオレイヤーは強化されなくて、ディノバルドは特に強化されてないし、あ、あれだ、バルファルクだ、バルファルクが7コンボ強化ついたんだ。任天堂スイッチでダブルクロスが発売するからっていう事情なんでしょうけどね。で、キニさんのリーダースキルはね、サリアと違って6個以上なんで、8個ぐらいだと思うんだよね、多分。だから、まあ、若干めんどくさいよね。っていう。これ最大なのかな？今9個つなげたけど。1000万出てるわ。エンハンスいらなかったかもな。一応自分の、誰に誰アシストしたっけな。キリンさんが、風神の、サリアが、誰、ハットリで、最強小強がライナーですね。できればフレンドさんも風神をアシストしてもらう方がベストなんですけど。で、封印耐性が 100% じゃないんだよね。サリアが持ってないし、キリン持ってないしで、持ってんのがエスカマリと浴槽闘争大凶小凶で3個で、大凶小凶1個だよね確か。うん、やべ、見てなかった、見てなかったけど、これ光ってるやつは光だよね。だからね、本当に操作時間が短い、なんでだいぶ高速で組んでいかないといけないかなって思ってます。で、モンスターハンターコラボは特に新キャラ追加がなかったんで、自分は引かなくていいかなって思ってます。いや、リオレウス進化させろよっていう、アシュとかあるやんみたいなね、復活するなら進化すればええのにって思った。特にリオレイヤーとかに関してはさ、覚醒がしょぼくないみたいな。これ回復さえあればね、耐えれるんだよね。回復さえあれば耐えれるし、なんだったら貫通も可能だと思うんで。もうちょっとドロップを待ってみる。3個でね、多分全然回復できるから。なんか今変な現象起こらんかった？これで貫通できるかどうかちょっとやってみよう。どうかな、あ、全然いけるわ。これエンハンスいらねえな、エンハンスいらないから、シャインフレアリングはそのまま使ってもいいわ。こんなにいらないんだよな。あと1個。なんか変えられそうな気もするけど。光ドロップ来てくれ、光ドロップ。なぜ来ないかな。火ドロップいらね。はいはいはい。あー危ないよ、これ。光ドロップ1個でいいか。オッケーオッケーオッケー。
や強いね、300万出るからね、一列で全然足りるよ、火力は。あーやめてくれよお前。ちょっとね、操作時間短縮はほんまに勘弁していただきたい。あーしかも下組めてなかった。いや短い。何秒パズルになってんだこれ。4秒ぐらいじゃない、4か5でしょ。キリンさん使うか、ここエスカマリが帰ってきてるから多分プレドラもどうにかなるだろう。4秒なんだよな。ちょっといらない色処理で、オッケーオッケー。でここはスキル使わずに突破したいっすね。追加攻撃してることに特に何の意味もないです。操作時間短縮もこれで取れるから、サリアたまるな。でエスカマリでなんとかなるかな。盤面的には右は抜けるな。 100% 確実に抜くんならサリアからのエスカマリだけど、何個になる ?1234516789101 列あれば抜けるか。最大倍率出せば多分抜ける。あーそこの光3個も決めたかった。まあまあまあいいや、最悪いいわ。光ドロップ貯めたいけど多分ね、貯めても消されていくんだよねこれ。あーいい量、いい量なんだけど、いやー足りるかな。足りた、オッケー。ちょっとギリだったな今。ハートがなさすぎる。ワンパンするか。サリア溜まっちゃった。ワンパンして、まあハート3個はね来てほしいかなって思う。いや嘘だろ、せめて3個はいるよ。どうしよっかな。多分まださすがに殺しには来ないだろう。オッケーオッケーオッケー。ただ足りねえな今度は。まあいいや、根性取るか。とりあえず根性を取って、よし、それで倒そう。オッケー。まあこいつは余裕。エスカマリがあと3か。まあ耐久してもいいんだけど、まあしないけど。いいね。ソティスとかはちょっと勘弁していただきたいかな。遅延はちょっと痛いっす。
と若干スキルを取り戻してから行きます。ちょ、ハート頼む。ハート1セットは欲しい。1セットは。あー、それね、消せないやつだね。ちょっと消せないから勘弁していただきたいんだが。中途半端だな、どれもこれも。とりあえず毒全部消すか。よし、この辺で突破していきましょう。もうお邪魔も全部処理できるし、とりあえずこれで OK かな。こいつは多分無限耐久できる。はい、耐えられた。嘘だろ、嘘だろ、お前強え。一撃が若干足りねえ。いや、若干耐久したい、どっかで。あ、そうか。大丈夫っしょ。99パワー一回受けてみよう。ハート打ってこなかったら知らん。よし、降ってきた。あー、血のあれも決めてあげたかったけど、まあ仕方ないね。まあビシュヌ回避してほしいかな。最高。エスカマリ撃つか、それかこいつでもいいな。エスカムリはちょっとまだ早いかな。これ打って、これ打って、とりあえず、とりあえずね。あー、コンボ吸収か。オッケー、足りた。よし、次。あ、そう、ライナー貼るの忘れてた、また。危ねえ。耐えれるのかな、これ。ね、あれだったらいけないんで、ヘパだったらちょっときついんで。
勝負は今ここで決めつつも、勝負は今ここで決めつつ、エスカマリ気持ち残す、本当に気持ちでいいから残したい。削り切れるかどうか、削り切るしかないんだよ。頑張っていただきたいね。光の目覚めにもぜひ頑張っていただきたいんだけど、オッケー、なんとかなんとかいけそうじゃない。ヨグちゃんはね、最後にとっておきたい感があって、なんでここで突破してヨグで次ワンパンみたいなあれでいきたいと思います。ちょい光がね、こうしなきゃいけない。あ、やべ、これはやばいっす。とりあえずこれでワンパンしてほしい。ワンパンじゃない、全然ワンパンじゃなかった。だいぶ殴った、ボコボコにした。闇狩りいいね、ワンパン確定でしょ。誰か溜まる、大凶消去が溜まるね。頼むよ、なんかすごい偏り見せない限りは多分大丈夫だけど。ね、こんな感じでいいかなと思ったけど、こんな感じにしとく。あー、ワンパンは無理だったね。まあ仕方ない。だるまかあやか、とりあえずハート決めとけば安全なんで、まあほぼ勝ち確みたいなところあるよね。あー、このあー、この盤面でよかったのに。光1個しかないでしょ、これ1セットしかないよ。大凶消去が何と何を何に変換するかを忘れたんで、ちょっと安全に突破していきたい。とりあえずハートは1セットで十分回復力当たる。あー、結構光ある。これで多分使ったらいい感じになるんじゃない。信じるか。1,2,3,4,5,6,1,8,9 最大倍率出せれば多分だけ大丈夫っしょ。最後にしょぼいコンボした、2コンボしてしまったわ。申し訳ない。まあ突破できればなおよしですね。ああ、もう水を汲みに行ったら多分ワンパンできないから。よし、オッケー。やっぱね、ちょっと封印耐性持ってないのはでかいかもしれない。列組むときは俺、あれだな、操作延長バッジに主体感があるからな。で、8個だからこれね、指追加してほしいな、もう1個。封印耐性の方がいいかな。封印耐性を追加してくれよ、っていう感じ。まだね、多分、モンハンコラボまだ来るんだよ、おそらく。これ復活したけど、多分、さらに第2弾とかできて、進化、アッシュとかね、リオレウス、アッシュ、リオレイヤ、希少子とかね、まあその辺進化していくと思うんだよ。そっちに期待しよう。キリンはちょっと進化見込めないけど、キリンはキリンさんだからね。ということで今回はモンスターハンターコラボキリンを使って闘技場3クリアしてみました。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。